ブリスタ、ヒロムです。皆さん千本ノックって知ってますか？普通に野球じゃなくても例えば単語テスト千本ノックとか、なんかそういうね、この勉強とかいろんなことで使われてると思うんですけど、今回千本ノックやってみたいと思います。実際できるのかってところなんですけど、そもそもねちょっと調べてみたの、千本ノックどういうものかなと。で、まあ、ちゃんとしたようなサイトに載ってたんだけども、千本ノックっていうのはたくさん打ち込むっていう意味であって、実際に千本打ってるかどうかは定かではない。はい、東京都今ね32度、くっそ暑い。今日ね来ただけで後ろ染みてる？汗染みてる、だいぶ。それぐらい今日暑いです。はい、ということでちょっと、ね、ぶっ倒れて意識飛ぶとかそれだけは嫌なんで、今回1本だけ洗濯機だけはありで、お尻ついたりとかね、そうゆっくり休憩するのはなしでいきたいと思います。1000本素振りしたことでもあるよ。あるある。巻いていかないとちょっと時間的に間に合わないんで、早速やっていきたいと思います。ということで、人間は1000本ノック受けることができるのか、スタート。はい、1本目。20歩目。じゃあソフトボール、元今高3なんで、引退したけど、今引退したけど、ソフトボール部の秘書さんが来たので、3年間の集大成を込めて、うん、おっしゃー、ありがとうございます。ありがとうございます。11、足動かせ。はい、12、83、84、85、98、90か、これ100だ。はい、100。いいね。はい、行け行け行け。 OK、 300。小指の皮が剥けてきます。あ、これそう、グローブの握ってる方の小指なんだけど、ノッカーは、利き手の方のね親指が剥けてきます。使えない、もうこれは遊びではない、ゲームだ。ゲームでもない、地獄だ。ぼやけて映ってるかもしれないですけど、ちょっと、カメラ変えたのでこれでいきたいと思います。今500行きました。500行った時点で1時間7分とかだったんで、もう巻きで行きたいと思います。正解。600。で小指が、そしてグローブがめちゃくちゃ汚くなるっていうね。100本受けたら、汚いか。11。じゃあ、それよ。あ、じゃあ、ただ700まで行くと、左に動かないといけないってのは分かってるんだけど、体が動かなくなってくる。さあ、来いよ。よっしゃ、701球目。701、702。足がね、動かんのよ。足動かん、足が動かんのよ。早くさ、気持ちだけ、気持ちだけ、気持ちに動かん。
プロになって気持ちを忘れるな。ステップもステップ。左手まだいいんだけど、こっちの手がほぼ握力がなくなってきます。900、5時までだから今15分。15分、うん、いけるいける。行こう、巻きで。ついにこの長い戦いが終わるぞ。はい、動け動け、動け、いいねいいね。995996997998999。ラスト行く、ラスト、はい、せーお疲れ。ノック達成、めっちゃ達成感ある。ポポ泣いてったからね、ポポやったから結構辛かった。気持ちはあるんだけど体が動いていかないっていう。千本さ、やったことある人っているのかな。これ一つ言えることは、千本ノックやっても多分上達しない。